はい、じゃあ皆さん改めてこんばんは、こんにちは、おはようございます。ブラジルのマイザ・オリベイラと申します。で、今日は海外教師基礎研修で学んだ日本語について話させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、私はブラジルのフォルタレザからです。日本語ウエシの日本語ウエシという日本語学校で教えています。この写真は私と生徒たちの皆さんの写真です。はい。で、去年はこの基礎研修の4クラスの一員となって、いろんな経験やいろんな学びができて、共有したいのはこの総合日本語の授業のことです。まあ、もちろん他にもいろんな授業もありましたけど、教授法とか文法演習、会話ストラテジートレーニングなどの授業もありましたが、今日共有したいのはこの総合日本語の授業です。はい、この授業ではクリールという教え方があります。クリールというのは Content and Language Integrated Learning、 つまり日本語で内容言語統合型学習っていうことですね。で、面白いと思ったのは、この授業では、日本語を勉強するより、日本語で勉強します。日本語の文法や語彙を教科書で学ぶよりも、日本語でいろんな内容、いろんなコンテンツ、いろんな話題について勉強して、日本語も上達できる授業です。はい。で、この教室の特徴としては、やっぱり多国籍なところですかね。皆さんが同じ日本語教師ですが、様々な国から来たので、様々な背景や経験があるので、この教室でできた話がとても興味深かったです。で、同じ異なる背景があっても同じ日本語教師なので、まあ、悩みとか、工夫を共有したり、共通点を見つけたりするのがすごく面白かったです。で、それで、まあ、他の国の日本語教師はどのように日本語を教えてるのかとか、どんな内容があるのかを見つけるのもすごく面白いし、すごい視野が広がった気がしました。はい、続いて少し授業のトピックについて話したいと思います。さっき日本語で勉強するって言いましたが、どのテーマについて勉強するのでしょうか。適当に選ばれたテーマじゃないんですよね。外国語の教師の仕事で役に立ちそうなテーマです。で、ここにそのテーマのリストが書いてあるんですけど、この順番にも構成がありますね。この順番にも流れがあるので、ちょっと説明したいと思います。まずこの1番目のトピックなんですけど、言語教育館1ですね。ここで自分の仕事、自分、まあ、教師としての仕事、教師としての役割は何だろう、について考えるです。はい。で、自分のこと、自分の仕事のことから、次は周りの人のこと、周りの人の文化や価値観について考える。この周りの人の文化、価値観を理解するために、この次のトピックがありますね。多文化共生や異文化理解、言語と価値観がありますね。はい、自分のことから周りのこと、周りの人のこと。特にこの言語と価値観というトピックでは、面白いと思ったのは、ここでことわざを勉強したよね。で、まず日本のことわざを勉強して、その意味を
意味の説明を聞いて、自分の国のことわざについても紹介して、みんなの国のことわざにもの、についての説明を聞いて、まあ、やっぱり言語と価値観がすごくつながることを発見しましたね。はい、まあ、言語と価値観や文化がすごくつながると思うように、まあ、思います。はい、で、まあ、まず自分のことから周りの人のことで、どんどんだんだん広い世界が見るようになりますね。で、次は科学技術。ここでAI について勉強しましたね。特に言語教師として AI とどのように付き合うべきかをディスカッションしました。で、次に教育。ここで日本の高校を訪問した。次の テーマはジェンダーですね。すごい現在的に重要なテーマだと思います。で、社会の変化ではコロナのパンデミックについて、JF のスタッフにインタビューをしました。すごく勉強になりました。ね、で、次は環境の問題と歴史。だんだん広いテーマですね。結構地球規模のテーマになりました。この流れがありますね。はい。で、最後に改めて言語教育観にがありますね。これは何でしょうか、ね、まず自分、ま、研修前の自分を考えたんですけど、今回はこのいろんなトピックを勉強した後で自分の価値観がどのように変わったかをかについて考えます。だから私はこの2つの写真を入れましたね。これは実際の自分の教室、研修前の教室と最新の教室です。結構雰囲気が変わったね変わりましたね。はい、このスライドでは、まあ、さっき話した内容と大体同じなので、まあ、後で読んでいただけたら嬉しいです。続きます。はい、次は今日の流れです。各トピックはましたね。で、まず最初にそれでみんなが心の準備をしました。で、そのトピックも紹介されました。で、そのトピックのタスクを達成するために何が必要か、まあ、いろんな新しい語彙とか表現が必要かもしれないので、次はそのトピックについて勉強します。文章を読んだり動画を見たりすることで、なんか幅広い語彙や表現ができます。そのトピックについて話すための必要な表現ですね。で、次はディスカッションです。いつもペアやグループ3人や4人のグループでディスカッションしました。で、これはすごく面白いと思って、最近自分の教室でもよく取り入れるようにしています。はい、なんか学習者が声を出せる時間を作ることです。ペアとかグループでディスカッションする時間。はい、で、まあ、ディスカッションの後でいろんな内容を勉強した後で、それは課題ですね。課題の準備とそのタスクの発表とか提出です。で、そのタスクの後で必ず振り返りと評価がありました。で、ここで何を達成できた、達成できたかどうかを自分で考えて、まあ、評価ももらえます。はい、で、まあ、日本語でいろんなタスクがありましたね。いろんな種類のタスクがありました。例えば発表と Q&A、 インタビューと記事、ディベート、講義などのタスクがありました。この、まあ、講義のこのタスクなんですが、ここで、まあ、講義に参加してテーマについて丁寧に質問するがありますが、この、まあ、丁寧に質問するためにここで敬語も勉強しました、ね、このタスクを達成するために少しずつ日本語も勉強します。で、敬語を勉強して、例えばインタビューの時にも
なんかインタビューを面白くするストラテジーも勉強しました。インタビューにも面白いインタビューをするのもあるんですが、読者にも面白い情報を引き出すインタビューをするストラテジーです。あとはこの要用紙なんですが、これ書くタスクなんですけど、ここでは、重要な必要な情報を選んで短いテキストを書くストラテジーです。で、書くタスクでいろんな、ストラテジーや日本語の発見がありました。はい。で、最後にモニタリングと評価ですね。必ず振り返りシートとか、先生からの評価もありましたけど、時々自己評価や他者評価がありました。振り返りシートと自己評価では自分で何が達成できたかどうかを自分で確認するための評価です。で、時々他者評価もありました。で、もちろん先生からの評価もありました。そして日本語のポートフォリオもありました。これは日本語のポートフォリオなんですけど、他に教授法のポートフォリオもありました。で、今日ちょっと話したいと思うのは日本語ポートフォリオです。ここに入ってあるのは自分のポートフォリオの写真です。はい。まず最初に日本語の目標、私の目標があります。研修の最初にその日本語の目標を書いて、その目標を達成するために何をするかを書いて、最後に達成できたかどうかを確認します。テンション上がるねで、他に、日本語の目標だけじゃなくて文化の目標もありました。そして他にもなんか評価、いろんな評価シート、コメントシートや振り返りシートが入ってるんですが、あとは作文、いろんな各タスク の作文が入ってあるんですけど、もうちょっと強調したいのはこれです。日本語の学びの記録ですね。ここにいろんな面白い表現が書いてあるんですが、11月も書いてありますね。これは毎月書いた記録です。8月から2月、日本語の学びの記録と、あとは日本文化の記録がありました。これはすごく役に立つと思いました。なぜなら新しく学んだ日本語を忘れないように書くなんか習慣を持って、後で振り返りにもなるのですごくいいと思います。教師としても日本語の学習者としてもいいと思うので、今ちょっと授業に取り入れます自分の教室で。はい。で、ちょっとまとめなんですけど、さっき言った通り各タスクを達成するためにいろんな新しい、表現とか語彙が学んだが、それで話すことだけじゃなくて書くタスクもあって、いろんな種類の作文が書けましたから、それはすごい書く能力も上達したと思います。あとは、自分の生活、日常だけの話題だけじゃなくて、もうちょっと幅広いテーマについて話せるようになったと思います。はい。そしていろんなテーマについて、議論に参加して自分の意見も説明できるようになったと思います。日本語の上達だけじゃなくて、こっちに書いてあるんですが、自立学習、自己評価、さっき言った学びの記録のスキルもできたので、すごく役に立ったと思います。で、最初に見せたいのはこれですね。前にもあったけど、もうちょっと大きくしたんですが、これは研修前の自分の教室で、これは最新の教室です。で、前の教室では結構
ボードを使っていろんなことを書いたんですが、結構あの教師中心授業だったと思いますが、最近はもっと学習者中心の授業になったかなと思います。はい、なんか学習者の声がもっと聞こえるあの教室になったかなと思います。はい、今日はこれだけで以上です。ご清聴ありがとうございました。